千年の時を超えて生きるこの芦屋道満を恐れぬとは不届き者め。お前らなぞ所詮はまがいもの。天然に神流では気迫で敵を斬る。気迫はいい加減口を割ったらどうだ。へえ、できるものならやってみてよ。この町を火の海にする気かもしれませんね。妙な女が来ちまったな。子孫ではなく、まさか芦屋道満自身が千年の時を生きていたとは。お前の目的は何だ。なぜ幕末の剣豪をここまで導いた。お前のせいで龍馬も勝もふぬけになった。何かの罠にハマっちゅうがか。カツラ、おまんが一番の大バカじゃ。宮本武蔵、この俺が切れると思うか。気をつけてください。魂を持っていかれないように。武蔵など所詮過去の剣豪。二代目宮本武蔵剣山長短赤錬人間50年、下天の内を比べれば無限のごとくなり。でも私は無刀の境地を知っている。私の剣はいつでも私の心の中にある。修羅門が見える。桂さんとここで戦う運命なのね。すみません、重いですよね。少しな、気にするな。お前が謝ることはない。掃除の方が重いしな。なーに、その言い方。